原正夫は、日本の政治家。郡山市長、福島県議会議員を務めた。福島県郡山市出身。郡山市立立,立花小学校、郡山市立郡山第三中学校、福島県立朝香高等学校卒業。1966年、明治大学小学部小学科卒業。青年会議所での活動を経て、1981年。 郡山市議会議員選挙に初当選し2期務める。1991年、福島県議会議員選挙に初当選。2003年に4期目の当選を果たす。県議時代は自民党に所属した。2005年4月10日執行の郡山市長選挙に無所属で立候補。全自民党県議の佐藤則康も立候補したため、保守分裂選挙となった。佐藤則康。 元病院事務長の諸橋康夫、日本共産党地区委員長の佐藤勝郎の3、候補を破り初当選した。当日有権者数、人最終投票率 57.、57.243%2009 年4月12日執行の、郡山市長選挙に、自民党の根本匠衆議院議員の支援を受けて、立候補。民主党の益子照彦参議院議員の支援を受けた。 元優勢審議官の品川万里を破り再選した。民主党はこの選挙では自主投票を選んだ。当日有権者数26万2022人、最終投票率 51.54%2013 年4月14日、執行の郡山市長選挙に自民党、公明党の推薦を受けて立候補するも前回下した品川万里に敗れた。 当日有権者数59,088人、最終投票率45.01%。ありがとうございます。